ばんは、ガッケンです。おはようございます。まやかです。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新年一発目の動画なんですけど、はい、まあ昨年見てる方は分かると思うんですけど、ちょっとハゴ板をやって、イーフットボールとは全く関係ないチャンネルになった。あれはまあしょうがない。まあね、イーフットボールというこのゲーム自体がちょっとやることなかったんですよ。うん、まあ、そうですね、ドリームチームなかったです。そう、まあ、なので今回は、まあ、ちょっとゲームをね、やっぱり絡めないといけないなというふうに思いまして、目隠しでイーフットボールをちょっとやってみたいなというふうに思います。はい、3つの領域。いや、もしかしたらやることないでしょ。ブラインドイーフトとかがいい。まあ、そうですね、はい、ブラインドイーフト、ブラインドイーフト、新しい道を切り開いていくっていう感じで、じゃあやっていきますか。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、まあじゃあ始める前に軽くルール説明をします。はい、大事だからね、ルール前これ結構意味わかんないちゃんとルール説明しないと意味わかんない今のところ、まあ、一応こういう対決の時は必ず自分とあなたが最初やって勝った方がマヤギカさんとやるシステムなんで、そこはいつも通りなんですけど、まあ、多分2人やると1人余っちゃうと思うんで、その余ってる人が今ボールここら辺にあるとか、学研が今ボール持ってるとかっていうちょっと指示をガチブラインドサッカーよでやらないと多分10分間何もできず終わっちゃうから、まあそれはそうねっていう感じで、じゃあ早速やっていきましょう。はい、はい、でもこれ俺の一声次第でパニックらせること可能だからまあ味方ですから、一応2人の味方だから、2人の味方、2人の味方、やっぱ0-0が一番やばいから、ちょっと点入るように指示出す。ああ、そうね、うん、なんなら俺らよりマヤカさんの方が大事だから、ね、そう途中ちょっと偏り出たとしても片方に点取らせるわ。ああ動画映え映えもね、ちょっと気にしないといけないんで。動画映え気にしてるわ。キックオフ直前まだちょっとセッティングをして、ね、よっしゃー、まあ、ガチ見えねえよな、もうすげえ。いやマジでわかんねえ、何これね、キックオフは学研から。ああ、はい、はい、まあ、そうっすか。じゃあ、いきます。え、オッケー。うん、はい、とりあえず適当に。ああ、とりあえず学研ボールで取られました。新たボール、新たレバーでボール持ってる、ね、今どこ、中央、中央だね、今ね、中央で、カッケンが奪いました。ディマリアでボール持って取られました。ロベカルで、あなたが持ってます。ロベカルで、あなたロベカル、そう、あなたロベカルで持ってる。じゃイメージしろ、イメージ。そう、ロベカルで持ってる。ロベカルだぞ、今左の。ああー、惜しい、今惜しかった。で、カッケンがボール取った。とりあえず、うん、で、カッケンがロングボール蹴ったのをネイマール、ああ惜しい。あ、新たのビエラ、新たビエラボール持ってる。でも普段使ってる選手のポジションである程度把握して、うん、そうそう、ね、イメージしてよ、想像しないと。で、カケンがカゼミロで奪った。カケン前もなった。カゼミロ、カゼミロで、新たが奪って、キミッヒジェニスキーになって今むずい。で、カゼミロでカケンが奪いました、ボール。パス勝負しました。また奪われてるんだ。で、新たが奪いました、ボール。いやマジか。新たウッパペカノ、今ウッパペカノ、ウッパペカノ。で、ビエラ、ビエラ、これが。そう、で、メッシ、メッシ、待って、俺が左サイドに出したら分かるんだけど。で、カッケンが奪った、奪った、カッケン。あ、じゃあ、ごめん、ごめん、新ただ、今、新た。で、ジェリスキー、新た持ってる、右サイド。うん、今どこ。で、今、クロス上げて取られた、カッケンに。で、組んでてボール持ってる、今、カッケンが。中央にパス入れて、ムバッペ、ボール持って。ちょっと待って、やばくないな。で、奪った、新た奪って、ネイマールボール持ってる、今。ネイマール、そう、ネイマールがボール持ってる。うん、今レバーで中央ボール持ってんの。中央で、中央、中央で、キミヒでボール持った、うん、あ、ペナ入った、ペナ入った、ペナ入った。え、マジか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 。うわ、で、今ガッケンがクリアして、結構臭いボール入ったよ。で、シチェスニーがクリアした。シチェスニーがクリアして、どういうこと。なんでで、今ガッケンボール持ってるよ、コナテ。コナテ、で、メッシ、メッシ、そう、コナテの縦パス、メッシに入った。で、ヌバッペ、ヌバッペ、シュート、あー、キャッチしました。危ねえ、怖っ。マジ怖いんだけど。センターバックからフォワードにいただけば。で、レバンドスキで新たなボール持ってる今、うん、で、ジェリニスキ右サイドで、縦運んでって、あ、ペナフキン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 。あー、惜しい。まあ、今回かなり惜しかった。いや、やっぱそうだよね。今回かなり惜しかった。風見ろ、風見ろ、組んで、風見ろで、組んで、今組んでと風見ろでパス回しした今、はい。で、ディマリアにボール入って、あってダブルタッチして2人かわした。なんでダブルタッチしてんの。で、今あるたんで、今ある、あ、チャンス、かけチャンス、え、チャンス、あ、チャンス、かけチャンス、ゴール近いぞ、ゴール近いぞ、かけゴール近いぞ、あるゴール近いぞ、こぼれてるぞ、ボール、ゴール近いぞ、かけ、あー、クリアされた、無なあ、アルダボールになった。キミヒ、ボールになった。キミヒ、キミヒ、どこどこどこ。キミヒね、今ネイマール左サイド。キミヒが中央でボール持ってた。
いやむずいこれ本当に。いやガチむずいこれやべえ。どれだけイメージできてるかね、うん、体に染みついてるか。いや本当そうっすよね。キックオフよね。そう、あなたキックオフ。キックオフ結構チャンスだけやったんだよ。キックオフは大チャンスだね、うん、普段のイメージ。あなたギブアップした。ええちょっと何やってるの。いや言ってよ。違う言ってよ。ゆうすきさんの。え？ユウスキさん、なんでギブアップしてんの俺、負けやん。いや、ちょっと、マジで、今、ユウスキさんだった。あの、普通にスニック下倒して、ギブアップのとこ押して、トントンって待つ2回押したから。ふざけんなよ、負けたやん、俺。普通にあんたまだゲームパーの画面見たのに。いや、俺キックオフで今、ビエラに落として、君ヒでスルーパス出して、お、来たって思ったら、ギブアップしてた。終わったやん。まだ画面が切り替わってなかった、試合の画面に。そう、今俺、キックオフしてたんだけど、今、俺の中ではね。やっぱ音欲しいね、ブライトサッカーみたいに、あのボールの中の鈴みたいな。ゲーム音がじゃあ大事だね、かなりね。あ、でも確かにちょっとジョンカメラの実況欲しいな。イヤホンとか、イヤホンつければいけるんじゃない、うん、もしかしたら。おー、はい、カッケンのキックオフで始まります。オッケー、いきます。はい、カッケンが下げました。はい、風見ろカッケンので、はい、この当てで、ロングボール蹴って、ムバッペ競り合い負ける。負ける。で、あなた、今ね、今の左サイド。あ、今、イメージできてる。あ、取られたね、今。そう、風見取られた。うん、振動したぞ、今、コントローラーが。ナイス。あ、そうか、振動とかあんのか。かけん、チャンス、ゴール前。ゴール前、かけん。あー、失礼すぎ。ビッグセーブ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 。かけん、コーナーキックです。あ、コーナーキック。コーナーキック。危なっ。かけん、コーナー。今ね、しかも、ちゃんとペナないから打ったら、かけん。あ、アルトボールになった。ファンダイク。ファンダイクでネイマールだね、今。で、レバンドスキン蹴って、競り勝って、メッシ。ゴール前。メッシ？で、レバー。ワンツー、あー惜しい！うまい！ゴール前、ゴール前、ゴール前、あれだ、あれだ、ゴール前！打て！いや、惜しい、打てた。え、なんで？ギリ打てる、今。ちょっと待って、かけ、かけボールだって、かけボールだって。なんでかけボールなんだよ。あれだ、バッカ。で、ジェリンスキー。ぶねえ。で、レバーがトラップした、奇跡的に。マジで？どこ？ゴール前、レバーゴール前。ゴール前。で、ジェリンスキー。ジェリンスキー。で、キミッヒ。で、ネイマール、左サイド。来ただろ。いや惜しい、取られた。マジか、惜しい、返したかった。うわ、なんかやれた。で、ベリンガムでボール奪って、今組んで、あ、で、アルトボールだった、ネイマール。ネイマール。で、レバンドスキーに縦パス入った。多いね、うんうんうん。で、ジェリンスキーにパス行った。あれ、全然メッシに渡んない。全部メッシに出してんだけど、俺。で、今、前半終了しました。え、マジで。え、ま、全然わかんない。マジでむずいって、きっと。あ、またアルト奪って、君マジで。で、縦パスがメッシに入った。で、レバーに、あ、通らなかった。いや、マジか。コナテ、かけのコナテ。一回蹴って。で、アルトボールだね、またね、今。え、なんでラフォアルなんだよ。そう、音が聞こえてるからね、ピッツ今。音が聞こえてるから分かるのか、二人のそこは。あ、違う、アルトボールだわ。あ、マジか。アルトボールだったわ。マジか。アルトボールだったわ。ベリンガム。ベリンガムからネイマール。で、またアルトボール、キミヒ。キミヒ、メッシ。で、縦パスレバーに入らなかったね。いやーマジか。クリアしたわ、かけんが。とりあえずレバーに入れたいんだよね、多分これ。で、またあれと、おっと、かけんボール。で、ネイマール。え、なんでかけん、ネイマールで。ネイマール取られたよ、ルーレットして。ネイマールと縦パスされたレバーに。あ、待って、レバーか。で、奪ったわ、かけんが。最悪。で、かけんがクリアしたのを、あ、ネイマール使ったわ、かけん。で、縦パス入った、ムバッペ。ムバッペ、フリーメッシもフリー。いや、なんでやねん。いや危ない危ない。なんでやねん。いや、どこで、いや、惜しい。ちょっとパス入んなかったわ。いや、マジか。あ、またビエラ奪った。マジ。ほんで、かけボールになった。え、またえ、マジかよ、早っ。まあ、5分じゃん。いや、マジか。さあ、PK ね、もうあとバトルしてもらって。じゃあ、はいはい。いや、分かった、俺は。ったらちゃん、キッカーかっけんからです。はいはい、ゲージされました。止めたでしょ、これ。よし止めたね。止めたでしょ。止めたね。で、今、キーが切り替わった。ゲージ止めた。決めたね、これ。よーし、ネットの音が気持ちいい。内角剣キッカーに変わりましたね。カボタゲージ。真ん中読み。いやー。いや、マジか。あ、ゲージ止まったよ。はい。うわ、マジかよ。最悪。止められたら分かるの、おもろいな。さあ、キッカー変わりました。ゲージ止まったよ。
おうわマジか。いいですね。ゲージさんまた。はい。おお。うわうぜえ。うざい本当にこれ。ちなみに今どのくらい蹴ったイメージだったコース。あ、まあでもちょっと緩いかもしれなかったですね今。ああよく分かってる。ちょっとね、うん、ちょっとアンパイいっちゃったわ。よーし。ゲージ持ったよ。いや。当たってます。当たってます読みが。え今の当たってた。読み当たった今。読み当たった。どういうこと？俺結構先に動いた気がしたんだけどな。ゲージ持ったよ。はい。あーあー、え向けてる嘘だろ今決めたつもりだったんだけど今あのね、蹴ってられました今。おーい、もうそれかよ終わったわ。蹴ってられましたよ。ハイライト見てみようか。ハイライト、ユロさんか、シュート打ってねえんだな。確かにハイライト格系はね、やっぱね、あれも結構いい形だね思ったより。いやこれね、めっちゃうまくね。これ前半のほんと最初のプレーダブルタッチ。うまっ、ね、危ねっ。あのコーナー連続になる前のプレー、これ。あこれめっちゃうまくないですか。そうだ、見えてると思った。いやいや、すごっ。でこれも惜しかったんだよね。惜しいな。え、すごいね。いこれはすごいわ。これしかない逆に。確かに。じゃ1回目は PK 戦の末自分が勝ったので、まあ、2回戦目は自分とマヤギカさんがやりたいと思うんで、はい、新たな指示のお願いします。いや声かけには自信あるから任せてください2人とか。よし、多分何でもいいや。よし、行きます。いいよ、 OK、 いいよ。ゴールした、ゴールした、ゴールしてますよ。 OK、 マヤギカさん今カットした。え、マジ今ウパメカノで持ってる。あれ、ウパメカノ、あれ、カッケンボール取った、チャンス。嘘、マジか、どこだよそれ。あれ、俺ウパメカノどこで使ってる。あ、シュート打たれましたね、マヤカさん。で、今、シェフがキャッチ、シェフがキャッチしてる。あ、キャッチした。はい、キャッチしてるんで。あ、パントキック切りますよ。はい。あ、今、あのキック、ヘボすぎて今、ライン外出ました。ふざけんなお前ら、俺、イングランドに向かって蹴ったのに。怖いから、とりあえず、適当に。あ、かっけんのロングスロー。で、今、ムバッペが、今、あ、マヤカさん、カット、アーノルドで、中央でカット。アーノルド、中央カットしてる今。で、今、ウパメカノに左サイドに出しました。ウパメカノ出ちゃうよ、出ちゃった今ウパメカノが今左サイドバックの位置に受けた。前目、右サイド、右サイドのペナない入るか入らないぐらいの位置。カビラさん、情報量足りねえなこれ。で、今ベリンガム、あれ、マヤカさんカットしたマラドーナで。マラドーナ、あ、マヤカさん今ベリンガム、あ、玉際、玉際、あ、オッケー、センターバックでマヤカさん持ってます。どっちのセンターバック、ファンダイクが持ってる。で、今、カッキーにボール奪われた、ハケンスチャンス。惜しい惜しい惜しい、ナイス。で、今チェフキャッチした。いや、キャッチかコーナーじゃないか。とりあえず前にパントキック。待って、マヤカさん、またパントキック下手くそすぎる。ちょっと待って、また出してる、また出してる。何やってんの。じゃ、マヤカさん前に蹴ろ。左サイドに出しちゃったんですよ、パントキック。あれ、マジ。うん。手書き、またさっきと同じ位置ですの。今、その位置しか動いてない、今。マジか。あれ、それ今、ベリンガム受けました。あ、マヤカさん、ウパメカのカット。ウパメカの、あ、かけ奪ったよ。今、右サイド。お、ナイスナイス、あ、またチューキャッチ、またチューキャッチ、また、待て、マジ、パントキック一回、しっかりしよう、マヤカさん。あ、オッケー、あ、オッケー、ナイスキック、中央、今、玉際、競り合いました。あ、カッケンが今、ね、奪った。で、今、ムバッペ中央、ムバッペ中央、今、まだペナない、もうちょいで入るよ、ペナない。お、ダブルタッチいいよ、お、惜しい、今、めっちゃ惜しかった、今の打たれたな、今打たれた、今ペナ、サークルぐらい、今、あ、で、カッケン奪った。で、今、カッケン今、中央ぐらい。で、モドリッチ持ってます。モドリッチ、あれ、マヤカさん奪って今、チェフに戻した。チェフに戻した、チェフに戻した、待って、オンゴールする、危ねえ、今クリアして、今スローイン。あ、そう、今クリアしたんや。あ、そう、大好き、今オンゴールするだった。誰でボール持ってるかわからん、マジで。あれ、今ベリンカムで受けました。あれ、マヤカさん奪いました、メッシで。え、今チェフ持ってるよ、オンゴールしないで、オンゴールしないで、待って、オンゴールした。俺分かったわ、俺ずっとこっちに攻めてると思った。あ、そういうことか。だからだ。あ、だからか。俺ずっとこっちに攻めてると思った。そうか、位置把握してなかった。だからあれか、キックのあれが逆になってたんや。あ、そういうことね。俺ずっとこっちに攻めてると思った。左に攻めてる。左に攻めてる。オッケー。だから全部逆だったんだ、感覚が。そういうことね。だからパントキックもだからおかしいなと思ったんですよね。あ、マヤカさんが今カットしそう。カットしそう。あれもカットしろ、早く。発見が、あ、オッケー、ナイスカット、ナイスカット。今ドリブル、フリーでボール持ってますよ、今ドリブル行きましょう。マラドーナ、マラドーナ、マラドーナ、誰のボール持ってんの。今奪われた。あ、
ベリンガム、ボール持ってますか。今立てます、入った、ムバッペに、ネイマール、あ、マヤリカさんナイスカット、今ドリブルいきますよ、前これ、いっちゃいましょう、誰メシ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 、オッケーオッケーオッケー、今で、今真ん中ぐらい、あー、オッケーオッケー、うん、お、ナイスドリブル、お、ナイスドリブル、パス、で、ムバッペ、あー、奪われた、バストーニ、バストーニ、ちなみに今、カッキン1個下げしてる、マヤリカさん、マラドーナ、中央、中央、中央、今、真ん中ぐらい、ペナーサークルぐらい、で、アーノルドに出しました、あら、カッキン奪った、いや、奪われたんか。今、カッケン縦パス入った、あ、マヤカさん今、奪い目ので奪った、今、中央、中央、中盤の中央で今、カッケンがネイマールでボール持ってる、カッケンチャンス、ダブルタッチかわしていく、あ、シュート打った、ちょっと早かったで、今、チェフでパントキック、パントキック、今、キャッチしてます。もうね、オッケーです、キックね、そう、体の向き分かってるから、オッケー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 で、今、カッケンがムバッペで、中央でボール持ってる、あれ、メッシカットした、今、ペナナイ、今、中央ぐらい、中盤ぐらい、今、ロステルあと1分だから攻めに行きましょう、ナイボ前、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 オッケー、ナイボ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 で、オッケー、今、あ、惜しい、今の、ちょっと待って、まだまだまだ、まだまだまだ、あ、今、下げちゃった、今、あー、ちょっと待って、もう終わるわ、もう終わるどこにあるか分かんない、はい、終わりましょう、ちょっと、一回外していい、一回外しましょう、今は、完全に逆疲れてたわ、なんでチェフのキック、そんな変なとこ行くのと思ってそうそうそう、マジびっくりした、よし、行こう、これ、キックオフ攻め行こう、これ俺右こっち攻めんだよね。右攻めます。あれもこう試合できる？今もうキックオフいつでも行きますよ。はい、今ファンダイクに入った。やべ、すげえ静寂。いや、めっちゃ静寂。今ネスタで持ってますよ、ね、さん。え、今ロングキック、ムバッペに切りました。やばい、あ、今スリー、あ、でもビリングムでセカンドボール拾った。ちょっとね、今中盤、中盤。あの、すべての音を切ったせいでボールケロとか聞こえない。あ、確かに、それ逆にまずい。確かに、確かに。何も聞こえない。まあ、とりあえず今ネスタで今モール持ってます。今。今シュート打ったね、今。あれ、そんな前だった？あ、そう、ちょっと中盤ぐらいだった。で、今、カッケン、クルトワで、バストーニー出して、今、カゼミロが今、中盤でボール。これ見せたら、ボールのケロと食わないと無理だ。確かに、絶対今。え、マヤカさん、バルベルデでボール奪ったよ。で、ベリンガムでボール持ってるけど、今、取られたモドリッチ、今、中盤の攻防。ボールケロとだけね。今、カッケン、ムバッピに立てば、入った。ベリンガム、右サイド、メッシフリー。あ、今、マラドーナ奪った、ナイスカット、ナイスカット、ナイスカット。今ドリブル、お、いいドリブル、いいドリブル、運んでってる、運んでってる、運んでってる、分かる、いいぞ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 、あ、今カズミルにバレた、惜しい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 、あ、今奪って奪った、バルベルデ、確かに今アーノルド、いい立てパス、メッシ蹴った感覚もないよ、わかんない、これ、お、あ、惜しい、今イブラにいいボール入りそうでした。で、今ガッケンクリアして、今スローイン、お、立てパスいいの、あ、今惜しかった、入りそうだったけどカズミルに奪われる。で、ガッケンムバッペ、今ネイマールで今中盤ぐらい、あ、ネスタのナイスカット。で、今ベリンガム中央、マヤカさん、あー惜しい、マッチアップみたいな感じで取られた今マヤカさんカット、マラドーナ、あ、いい立てます、いいよ、お、今、めっちゃいいよ、ムバッペ、あ、今ゲージ強い、マックスで蹴ってる今の、何インパクト、マジか、今のゲージマックス、今の位置ちょっとミドルシュートみたいな感じだったね。オッケー、ナイスキック。で、今競り合います、ネスタ対ムバッペ、あ、ムバッペ競り勝つ、崖ネイマール持つ、あ、マヤカさんカットだけど、あ、クリアした今、今クリアが今マヤカさんの陣地のペナナイぐらいまで蹴っちゃったから、はいはいはい、カッケンが今ペナナイ吹きでスローイン、あ、スローイン、あ、今ムバッペに立てパス、あ、もう始まってんの、あれマヤカさん奪った、あ、カッケン、あ、今ペナナイ、ペナナイ、あ、惜しい、取られた、あ、ビリンガムいいシュート、あ、惜しいマヤカさんゴールキック今カッケン、いいよ、ビリンガムでボール持ってる中盤、モドリッチ、あ、マヤカさん奪ったチャンス、いけいけ、前に行こう前に行こう前に行こう、ビリンガム、ま、前持っていいよ、オッケー、メッシーよ、いい、いや、惜しい、モドリッチ、いや、これ守備強いな、このゲーム、ちょっと待ってネスタ、ネスタでムバッペ競り合い、あ、バルベルでいいよ、あ、今マヤカさんいいボール、ムバッペに入った、ペナナイもうちょいで入る、あ、取られた、あ、取られたか、ガッケンもモドリッチ、あ、マヤカさん奪いそう、あ、ガッケンが奪いそう奪いそうやめろ、奪いそう、奪ってから言え、奪ってから、感情移入しちゃった、ちょっとガッケンが戦場でリュディガーボール持ってる、奪った、マヤカさん、今シュート打った、あ、コーナーキック獲得、コーナーキック獲得、あ、コーナー、今シュート、超ロングシュート打って発見のクルトが弾いた、え、どっちのコーナーこれ、ね、右コーナー、右コーナーって、さあいけるか、あ、今ゲージするマックスで蹴ってる、え、強い、マジか、ムバッペに今いった、あ、今、惜しい、いける、いける、あー、クリアした、発見が、ナイスクリア、え、でマイナスネスタで拾って、あ、今シュート打ったから今発見がゴールキック、シュートか、クリアにならんか、今89分お、やべえな、時間ねえぞえ、もう今、蹴っていいよ、ゴールキック、大丈夫、はい、セレーマス、ムバッペ対ネスタ、アーノルドか、オッケー、いける、いやー、カッケンがセカンドボール拾った、今、あ、いい立てパス、カッケン、あ、惜しい、マヤカさん、ラスト攻めよう、あー、終わった
むずいなこれ。いやマジ、いやでも格拳がすげえわ。え、これうめえわ格拳が普通に。目があったかい。7-8 だよこれ。結構ね、でも格拳のシュートの質が良かった。俺多分ね、シュートがねあれだと思うんだよね。でも俺よりハイライト時間長いからね、多分見どころはある。これ格拳の、これめっちゃマジで上手かったこれ。普通じゃん、格拳じゃん。普通なんだよこれ。格拳がやってんじゃんこれ。あ、これ前川さんがこれ誤解してるやつ、誤解してるやつで、ゲッって言ってたから面白かったやつ。あ、はいはい、それはそうですよ。俺前向いてると思った。そりゃそりゃそう。前向いてる感覚だもんね、俺は。前向いてる感覚、それは真後ろに下がってますよ、そりゃ。あ、これ前川さんのシュートだね。あー、マックスのやつ。あ、そう、マックスのやつ、これ前川さんの超ロングシュート。あ、これこれ、これ超ロングシュート。これなんでクルトを弾いたのってくらい超ロングシュート。なるほどね。で、これコーナー、で、これコーナーか。いや、コーナーゲージマックスか、あれで。俺結構自信あったのにな。はい、というわけで、2回戦終えて、はい、まあ、なんと優勝は自分が以上しました。おめでとうございます。強かったの。でもやっぱ試合内容が良かったもん。やっぱ俺の時もだろうし。うん、まあ、とりあえず新年一発目はこういう、まあ、ちょっとした、お遊びというか、はい、っていう感じでやりましたけど、まあ、今年も、e スポーツの発展だったり、まあ、e フットボールの、ね、情報をどんどん発信していくので、皆さん今年も1年間よろしくお願いいたします。動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。